この運動部活動の改革というのに体育大学として取り組みを始めたのは2019年です。今年5年目ので5年目に入りまして、皆さんの取り組みですね、このグッドコーチ養成セミナー、これを受けた方々が地域の中学校ですとか、あるいは高校だったりとかスポーツクラブ等々に指導に行くというのは大変ですね。国を挙げて大評価をされています。特に中学校の教育が長年間の方が私と同じだというふうに世界的に言われています。生徒の関係が2つあるので、長時間で勉強時間が取れます。経済的な子供と親の関係が社会の問題を